皆さんこんにちは。株式会社パテント・インベストメントの草野です。今回は特許編の特許の要件ということで、特許を取るために必要な条件についてお伝えしていきたいと思います。で、特許を取るための条件というと、一般的にはすごく難しい技術であるとか、革新的なアイデアであるとか、そういったことが思い浮かぶかと思うんですけども、実際はですね、簡単な内容であったり、あとは偶然起こったような内容であったりしてもですね、特許になる可能性は十分にあります。ですので、そのあたりをですね、具体的な条件を元に見ていきたいと思いますので、今回もどうぞご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、それでは特許を取るために必要な要件を見ていきたいと思います。まずはですね、一つ目に新規性があるということになります。この新規性があるというのはですね、自分の考えたものが世の中に全くないという意味ではなくてですね、自分が考えたものがあくまで世の中でまだ知られていないという意味になります。ですので、例えばですね、自分自身が考えたものが世の中にあっても、それが誰かに話をしたり、あとはネットで公開したりとか、そういったことがなければですね、まだ世の中で知られていないというふうに見なされますので、新規性があるということになります。これについてですね、ちょっと具体例を一つ挙げてみたいと思います。今回の想定ではですね、主婦、とある主婦がこのようなブラシを発明したと。で、このブラシというのはですね、通常のブラシだと柄の部分があって、で、下のところにだけ毛がついているかと思うんですけども、このブラシは、その柄の部分が先の方まで伸びて、かつこの毛の部分もですね、この先のところについていると、こういった構造になります。実際のところは100円ショップで普通に売ってるんですけども、あくまで例ですので、今回これが新しいものというふうに思ってください。で、一方でその主婦がこのブラシを発明した1年前に、別の主婦の方がこれと同じものを自分で作って、かつ自分で使っていたという仮定にしたいと思います。で、ただですね、その場合において1年前に作った主婦っていうのは、そのブラシを、特に人に話すわけでもなく、インターネットに記事をアップしたり、写真をアップしたりと、そういったことをせずに、自分だけで使っていたと。つまりそのブラシの存在が世の中に知られていなかったということになります。その場合はですね、先ほどお伝えした通り、新規性があるということになります。このように自分の考えたものが仮に世の中にあったとしても、それで諦める必要がなくてですね、それが世の中に知られていないとみなされれば、特許になる可能性というのは十分に残っているので、そこで特許を取ることは諦める必要はないということですね。次はですね、進歩性があるということですね。で、これは文字通り、進歩しているっていう意味なんですけども、これを別の言い方で言うとですね、従来のものから想起ができない、つまりもともと世の中にあるものからもう思いつかないということですね。で、先ほどのブラシを例にとっていきたいと思いますけども、従来のものというと、柄の部分があって、そこの下のところから毛が生えてというのが従来のものかと思うんですけども、で、新しいものというと、そのこの先端のところまで柄が伸びて、そこに毛がついているというところですね。つまりその従来のブラシから今回のこのブラシが思いつかないと、想起できないというふうに認められればですね、進歩性があるということになります。それからですね、進歩性があるという理由付けの一つとしてはですね、ここに新しい効果があるということになります。つまりですね、進歩性が認められるためには、新しい効果があると、これは有利になるというわけですね。で、このブラシの例で言うと、このように先端のところから毛が生えているので、これによって、排水口を洗うときに、横の部分だけではなくて、底面の部分も洗えるというわけですね。ですので、それについては、従来のブラシになかった新しい効果ということになります。ですので、こういった効果があると、進歩性があると認められて、特許として認められる可能性も高くなるということですね。それからですね、逆に進歩性があると認められない場合もありまして、それはここに書いてあることですね。一つ目は、ちょい替え、すごく簡単な言い回しにしたんですけども、従来のものをちょっと変えるという意味ですね。どういうことかと言いますと、ちょっと具体例で説明したいと思います。
まずですね、このダンベル、このダンベルの特徴としては、プレートを取り外すことによって、ダンベルの重さを増やしたり下げたりすることができるというものになります。仮にこのダンベルを従来からあるダンベルということにしたいと思います。それで一方でですね、こちらのダンベルに関してはその別の会社が新しく作ったと。で、特徴としてはさっきのダンベルと同じようにプレートを外すことによってダンベルの重量を増加させたり逆に減らしたりすることができるということですね。で、それに加えてこちらのダンベルはさっきのものとはまず色が違うのと、あとプレートのサイズが違います。ですのでこのダンベルを作った会社は、いや従来のダンベルと違うからこれは進歩性があって特許になるんだという主張をしたとします。ただですね、このような主張をしても実際のところはそのダンベルの本質的な特徴、つまりプレートを外すことによって重さを変えられるという特徴ですね、ここが一緒なので、たとえサイズとか色とか形を変えてもですね、特許として認められないんですね。しかも、新しい効果があるかどうかっていう点で見ても、特に、サイズとか色変えても、効果ないんですよね。ですので、この場合はですね、進歩性が認められないということになります。で、それからもう一つですね、ただの寄せ集め。つまりこれっていうのは、従来あるものを寄せ集めでくっつけただけだということですね。これも進歩性が認められません。で、具体例を挙げたいと思いますけども、ここにですね、まず電子辞書と掃除機と、ブラシがあります。で、ある人がですね考えたのが、これら3つを組み合わせてくっつければいいんじゃないかというようにしたとします。そうすると、これら3つが合わさって、新しいものができると、おそらくこれら3つつなげたものはないかと思うんですね。で、そうするとですね、ここでいう新規性はあるということになるわけですね。ただ一方でこれら3つっていうのはもともとあるものですし、それを単に組み合わせただけだと。しかもこれらっていうのはなんか新しい機能が加わるわけではなくて、単純に元ある機能が3つ組み合わせただけなんですね。つまり、新しい効果特にないわけですね。言い換えると、1+1+1 が、3になったというだけですね。でもしこれが仮に、1+1+1 が、5になったり10になったりとか、そういう素晴らしい効果があればですね、これ特許として認められる可能性あるんですけども、単に従来のものをつなぎ合わせただけでは、新しい効果でなくて、進歩性が認められない、で結果的に特許にならないということになります。以上ですね、必要な要件を見てきたんですけども、続いて特許になる条件として、NG なものですね、それを見ていきたいと思います。でまずはですね、これ当然なんですけども、先ほどの新規性進歩性がないということですね。あとはですね、技術的アイデアではないということですね。で、これは以前もお伝えしたんですけども、まずこの技能っていうのは人の能力っていうことですね。例えばかっこよく見える歩き方とか、あとスマートに聞こえる話し方とか、それは人の能力なので技術ではなくて、特許の対象にはならないということになります。あとは人による取り決めですね。で、これっていうのは、例えばなんですけども、新しいバスケットボールのルールを考えたと。従来のバスケットボールのルールだと、ボールを持ったまま3歩以上歩くとトラベリングになるっていうのはご存知かと思います。でも新しいルールではボールを持ったまま、3歩歩いてもトラベリングではないというようなルールにしたとします。これは確かに新しいルールかもしれないんですけども、単純に人が決めたことであって、特に技術とか使われていないので、これも特許にならないということになります。あとはですね、この公序良俗に反するということですね。これ簡単に言うと、社会的に良くないことは、特許にしませんよということですね。例えばですね、偽札を製造する機械、これもですね、明らか犯罪に使われるので、特許にしてはいけないということで特許になりません。それから例えば人を傷つけるためのナイフとか、これもですね、やはり犯罪に使われてしまうので、社会的に良くないということで特許にはなりません。考えれば当たり前なのかなというふうに思います。で、以上ですね、これら特許を取るために必要な条件と、あと NG な条件ということで、見ていったんですけども、実際ですね、もっと細かい条件っていうのは、いくつかあります。ただそこまで見ていくとですね、よりその専門性が深くなって、
なかなか理解も難しいと思いますので、これらの条件をですね、認識しておいていただければとりあえず問題はないかなと思いますので、ぜひですね、今回の内容は覚えておいていただければと思います。それでは今回の動画の内容は以上となりますので、この辺にて失礼させていただきます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画もぜひご覧ください。